皆さんこんにちは、前島恭平です。今回は私とノディだけの時の作業風景となります。まずは畑に肥料をまきます。肥料にもいろんな種類があるんですね。後輩にこの数値が高ければ葉が育ちやすくて、これが高ければ実が育ちやすくてっていうのを教えてもらったんですけど、肥料を買いに行った時に全部の数値高いし値段も安いからこれでいいやということで、この硬化成肥料というのを買ったんですよ。ちゃんと育てる野菜に合うやつにしないとダメですって言われました。買っちゃったのでとりあえず今回はこれを使ってみます。いつも何かしら失敗しますね。苗に大量のカメムシがついていたので、食物原料 99.9% のロハピという殺虫殺菌剤をまきます。この日の翌日にはまた大量のカメムシがついてたので、おかしいなって思って説明書をよく読んでみたら、カメムシには効かないらしいです。ちゃんと説明は読まないとダメですね。ネットで調べてみたら、カメムシには木作液が効くと出てきたので注文してみました。使ってみたんですけど、それも効かなくて、木作液もどの木から取ったかで効果が変わるらしいですね。なかなか虫対策は難しいです。肥料をまく前に畝に生えた雑草を抜きます。この時期はすぐに雑草が生えてきちゃって嫌になりますね。この日は暑かったので、ノディは遊び疲れたら納屋か冷蔵庫の横の涼しい場所で休憩するんですが、そのせいか夜に寝てたら私の体の上マダニが3匹歩いてました。噛まれる前に気づけてよかったですね。マダニは噛まれて病気になると危ないらしいですからね。ある程度雑草が抜けたので肥料をまきます。肥料が撒き終わったので畑作業は終了。次は祭りの準備をします。この日は祭りの2週間くらい前だったんですけど、試しでお祭りの飾りを作ることにしました。ハンドチェーンソーで切ると切り口がちょっとボロボロになってしまうので、
ノコギリで頑張って切ります。切った後はドリルで穴を開けるだけなんですけど、なかなかいいデザインが思い浮かばないんですよね。美術の成績4以上取ったことないんですよね。授業だけは真面目にやってるからいつも3の評価はもらえるんですけど、こういうのでいいデザインを思い浮かぶ人って本当すごいですよね。私作ったやつ全部ネットで調べたパクリです。6個作れたのでとりあえず終了。試しにろうそくを立てて暗くなったら火をつけてみます。これがたくさんあればお祭りに雰囲気が出そうです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。